女性の悩み下着の悩みいろいろご紹介してきたんですけれども今回はそういった市場の悩みをですね、まあ、抜本的に解決していきましょうというところで左右それぞれあったカップをですねカスタマイズできるという「まあ、左右差という商品をご紹介させていただいております。 左右,差はですね、左右、例えば C カップ、D カップというようなつなぎ合わせも可能になりますしこの同じ C カップ同士の中でもパッドの厚さ、カップ自体の厚みをですねカスタマイズすることができます7割の女性が左右違う形のバストをしているというところですとかあとはこう8割の女性がブラが合わずに不快に思った経験があるでは、私たちフィッターがですねどういうポイントを見ているか見ていきましょう。 左右違う場合、ですね、えー、と大きく2つ、えー、ユーザーさん、あの分かれますで、日本人はですねなんか自分のバスと小さいと思いたいというところが小さいと思い込んでいるような方が多いので、フィッティング経験をしている中で非常に多かったのがこちらですね、小さい方に合わせて下着を選んでしまう。 そうすると、バスと真ん中にぎゅっと集まります、小さいので。ですが、実際は、ここのですね、先ほどお話ししました、このバージスラインの上にちっちゃいワイヤーが乗ってしまいますと、ここ、クーパー人体ですとか、あとはリンパ通っています、全部こう抑えてしまうんですよね。でこういった着用の方をあの仕方をしていますと、まあ、体への負担というのも出てきます。逆にまあ大きい方に合わせている方、もちろんいらっしゃいます。その場合はこう手を上げると、ブラがこう、 上にずれ上がったり来たりだしとか、まあ、カップの上辺にですね空間ができてしまってもの、まあ、をこう拾おうとしたときに上辺少しこう空いてしまうことよくあると思うんですねその場合は少しこうカップが大きく大きい方に合わせているのかなという部分で、まあ、こういったところを私たちカウンセリングしながらですね商品の方、えー、サイズを合わせていきます。左右それぞれぞが選べる神経体ブラ、えー左右 に関しましても、そんな YouTuber の発想をきっかけに、商品開発するに至りました。数多くの女性の方にインタビューする中で、女性のワストの左右差があることであったり、フィット感に悩みを数多く持っているなど、女性に対しての悩み、 を数多く知ることができましたそういったコンプレックスっていうのを解消できるのではないかと考えましてそういった思いも持ったメンバー開発メンバープロフェッショナルなメンバーたちを集めまして商品開発させていただいたものが左右差になります。